本日10月の5日、土曜日なんですけれども、今しがたもうとんでもないニュースが飛び込んできました。これまだニュースになってないのかもしれないんですけど、ツイッターの方で見かけて、あとはまあ拡散されている記事なんかを、追っかけている状態で、まだニュースのリリースは検索しても出てきてなくてですね、と言いますのも香港のですね、臨時政府っていうのが発足しました。皆さんご存知の通り、今、香港ではですね、いろんなデモ活動が行われていて、すごい若い人たちがこう自分たちの人権だったりとか、民主主義みたいなものをですね、中国共産党、から、なんというかこう勝ち取ろうということでこうずっとデモをしていたんですけど、本日、10月5日にですね、彼らの代表者の方々ですかね、なんかショッピングモールみたいなところ、エスカレーターのなんかこう画像が出てましたけどなんかそういうショッピングモール内で、香港臨時政府宣言っていうのを出しました。でこの日本語訳になっているものがあったので、ちょっとこれをですね全文読んでいきたいんですけど、ところどころ翻訳がやはりまだ、出来上がったばかりできちっとなされていないので、ちょっと誤字になってるところもあるんですけど、もうそのまま読みたいと思います。中村ラジオの時間です。香港臨時政府宣言。人類の文明歴史では、古いものを新しいもので塗り替えるのは世界の断り、そして人類、進化のもとでもある。もし既存の政府が民から選び出したものではなければ、もし民のために断りをなすことができなければ、もし民たちが与えられるべき権利を与えられなかったら、民たちは人民政府を立ち上がるのも必然なことです。今の香港特別行政区政府は明らかに民から選び出したものではない。民のために断りをなすことはございません。そして政府が民たちに与えられ権利を奪おうとしている。それゆえここで香港臨時政府の設立を宣言する。すべての人間は生まれながらにして平等であり。いや、ちょっと黙りこくっちゃうんですけど、これ言葉詰まりますね。すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって生命、自由および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられているということ。これは我々が信じる不可侵の真理と原則。民が略奪しないように、そして略奪されないように、他人と自分の権力を守るために司法制度と政府を設立することになりました。すなわち政府の権力よりも民より与えられし者、もし政府が原則を違反した場合、民は現政府の廃立及び新政府の設立絶対権利がある。今の香港特別行政府が中華人民共和国と中国共産党が牛耳る傀儡政権です。香港市民の要求を無視し、民の権利を削り、そして民の福祉を守り、法律を制定しない以上、さらに民の自由を奪おうとしている。今日香港特別行政府は、ごめんなさい、ここは今日じゃなくて今日、香港特別行政区政府は緊急法令を引用して、自由を奪い、そして多くの香港市民の意見を無視する行為です。それゆえ今ここで宣言する。香港特別行政府、香港特別行政区政府にはもうその合法性を失いました。行政長官、各省庁、各局の局長は職務及び権利を今ここで没収することをここで宣言いたします。香港臨時政府が下記のことを宣言します。1、
現政府香港特別行政区政府各部門は臨時政府の管轄にあること。2、現政府香港特別行政区政府行政長官各省庁各局の局長補佐官が直ちに離任し臨時政府の委任を待つこと。3、現政府各部門が直ちに2018年より取り行った政策を中止し各部門の職員が部門の最低限の機能を維持すること。4、香港臨時政府の任期は5年または普通選挙で新政府の首長及び内閣を選出されたまでです。短い方を取る。香港臨時政府が設立から1年以内で選挙を準備し3年以内で選挙を執行すること。5、香港臨時政府の首長及び各部門の臨時長官は任期が終了後今後香港政府及び公営機関の役職に任命されないこと。6、香港臨時政府が新しい法を起草するまで香港法律の各条を維持すること。7、香港立法会は直ちに解散し3ヶ月で選挙を行って臨時立法会を選出し1年以内で新立法会を選出すること。臨時立法会の議員定数は70名、香港島東空論各12名西空論10名、西深海各18名ということで、この宣言自体は10月4日、昨日ですね、昨日出されたもののようです、深夜にあったんですね。僕今日はですね営業をするのに6時ぐらいにお店に来て、その時点ではまだ分かってなかったんですけど、午前中こう仕事をしているうちにこういう情報がどんどん入ってきてて、昨日の夜中に起きたことまだニュースになってないんですね。なんか結構速報を出しづらい状況なのかもわかんないんですけど、トゥゲッターとかツイッターのまとめをしたようなサイトが一番上に出てきちゃうんで、香港臨時政府っていう検索するとまだ未だにニュースリリース自体は出てないですね。中国の新聞社自由時報電子報っていうんですかね、これ香港の新聞なのか、なんかそこら辺だったりは出てくるんですけど、日本の新聞のメディアとか出てこないですね。いやー、どれだけ日本のメディアがイカれてるかっていうのがすげえよくわかる、そういう内容かもしれないです。これ本当イカれてますよね。これ結構世界を揺るがすレベルでとんでもない事件が起きてると思うんですけど、もう全然報道しないんですね。そのことをねぶつくさ言ってもしょうがないんですけど、僕はもうちょっとねこの宣言を何度か読んでもう本当目頭がこう熱くなる思いですね。何にそんな熱くなってんだっていうふうに思う方ももしかしたらいらっしゃるのかもしれないですけど、これやっぱねすごいことだと思うんですよ。民衆がこう実際の政権をですねこう覆すって、世界ではいくつかそういう革命みたいなものが起きてると思うんですけど、これは革命の部類に入るのかクーデターになるのか、どっちか、正確にはどちらか分かんないんですけど、革命っていうのはその時々の権力者というか、その政府だったりとかを完全に排除して新しい体制になることを革命っていうんですよね。で、例えば今香港政府っていうのは香港の特別行政区政府か、中国の一部に今組み込まれている状態 で、香港には香港の法律一国二制度っていう形でこう取り行われてるって言われてるんですけど、もともと一国二政府二制度制度が2つあるっていうのは、
正確には3つあるんでしたっけ、ちょっとねここすいませんあやふやなんですけど、おそらく台湾もそういう風になってると思います。台湾も今国としてはこう国際法上なのか何なのか、まあ、公には国としてのこう、持つべき権利みたいなものは持ってなくて、まあ、中国の一部としてただ台湾には台湾の政府があるっていうことをやってたんだと思うんですよね。で香港でも同様にそういうふうになっていて、香港でずっとデモがこう行われてたのはもともといろんなきっかけがあったんだと思うんですけど、まず、雨傘運動っていうのが2018年17年かな、去年か一昨年ぐらいに確かあったと思うんですけど、あれ発端になってるのは香港の政治を動かす、まあ、その行政長官ですよね。この長官の任命したりとか、まあ、各職を民主的に選挙でやりたいっていうのが、まあ、本来民主主義である国のこう根本なわけですよね。日本だって選挙やってその選挙で選ばれた人が政治家になっていくわけじゃないですか。ね、まあ、いろんなこう見方があって日本の政治家良くないみたいなことをね、まあ、口々に言うケースもあるんですけど、でも選んでるのはこうあくまで民衆なわけですよね。民が選ぶっていう形で民衆が選んでいて、まあ、これ普通に考えると民主主義なわけですよ。よしあしに関わらずこれが民主主義なわけ で、でただ香港ではその民主主義を、うん、こう実施しようにも中国政府が選出した立候補者を香港の人たち、はい、誰か入れてくださいっていう法律を作ろうとして、まあ、実際にこれはできたんですかね。だから中国共産党が選んだ人しかそもそも投票できる人がいない、これ投票できる人じゃなくて、立候補できる人がいないんですよ。立候補するのは中国共産党が選んだ人だけで、それをみんなはい選んでねっていう状態で、これに対してやっぱり香港のもともと香港にいる人たちは、まあ、それは民主主義じゃないって、自分たちで選ぶべきだっていうことで雨傘運動っていうのをやって、で今に至る。で香港そのものはその昔こうイギリスのこう統治下にあったんですよね。でまあその長い歴史をずっと紐解いていくととてもじゃないけどこうキリがないので、まあ、すごく端折ってここ最近の話で言うと、まあ、こうデモ隊がですねこう非暴力でデモをするっていうのを中心にやっていて、でそれでも警察官に先日撃たれた高校生がいましたけど、こう警察側は何かしらでっち上げたこう暴力行為だったりとか暴徒化したデモ隊がいるとかっていうでっち上げたものだったり、まあ、実際にやった人もいるかもわかんないし、この辺はちょっとね真実はどこにあるのかわかんないですけど、まあ、少なくとも統率を取りながら非暴力でやっていくんだっていうことをこうアピールしながら実際にそういう活動デモをしてたんだと思うんですよ。で覆面でやるってい う, こう首謀者になる人たちっていうのは顔が割れないように覆面をつけてやるっていうのもこれも一つのこう自由な権利の一つだと思うんですけど、この今回はですねこの仮面に対して仮面をつけるのは違法だっていう法律を香港の今の昨日までの香港特別区特別行政区政府っていうのがこれを違法だっていうふうにしたんですよね。これに対してですねやはりもうこれはこう民衆の意見をですね尊重するような政府ではないということで、こう一気にこの香港臨時政府の樹立にこうつながったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、非常に分かりづらいところもあるし、僕もねただの散髪屋なのでこのことについて解説をどこまでできるかっていうと、まあ、点でできないんですけど、まあ、ちょっと一つ一つ見ていきたいなと。まず1、現政府香港特別行政区政府各部門は臨時政府の管轄にあるということ、まあ、今ある省庁なんかっていうのをこれまあ1と2がほとんど一緒で、この行政長官や各省庁各局の局長補佐官は今すぐに離任して臨時政府の委任を待つことっていうことになってますから、
まあ、一度こう政府機能をですね停止して、今ある政府、昨日まであった政府機能を一旦停止してですね、臨時政府によって今後任命されていくということが書かれています。で、第3にですね、現政府の各部門が直ちに2018年より行った政策を中止し、まあ、昨年からですね取り組み始めた政策は一旦すべて中止して、で、それ以外の国の運営に関わる各部門の、執行については、この今の職員がですね最低限の機能を維持しましょうということで、第4にですね、香港の臨時政府の任期は5年、または普通選挙で新政府の首長及び内閣を選出するまでというふうに書かれてますね。ここもちょっと日本語の訳がグダグダっとしてて読み取りづらかったんですけど、まあ、結局、臨時政府は5年が任期で、もしくは普通選挙で選挙を行って新しくできた、首長というのはあのトップですねと、内閣ができた時点でこの臨時政府は解散するっていうふうになっています。で、香港の臨時政府は設立から1年以内で選挙を準備して、つまり2020年の、10月までにこの普通選挙を実施するための準備をして、3年以内でこの普通選挙を執行するっていうことを宣言しています。で、第5に香港臨時政府首長及び各部門の臨時長官は任期が終了後、今後香港新政府及び公営機関の役職に任命されないことってなってますね。この香港臨時政府の首長、まあ、つまり急遽立ち上げたこの臨時政府の各要職に就いた人たちっていうのは、今後新政府が樹立された際には公営機関や政府の関係者として任命することはできないっていうふうに宣言しています。非常にこうクリーンなことじゃないかなと思います。で、第6に香港臨時政府が新しい法を起草するまで香港の法律の各条を維持すること、まあ、基本的にはこの香港の法律っていうのを現状維持しながらですね、臨時政府が新しい法を起草するまで、これはまあいつになるのかここには明記されてないですけど、まあ、香港の臨時政府っていうのが法律を起草するっていうことを書かれてますね。これ例えば、戦後ですかね、日本が、アメリカに降伏してポツダム宣言をして、臨時政府として GHQ っていうのをアメリカの行政、アメリカの機関をこう日本に設置して、で、今の日本国憲法の元になるものを起草したわけですよね。憲法を作って設置して、まあ、各法律も新しい、それまで使ってた大日本帝国憲法を廃止して廃案して、新たに日本国憲法っていうものを作って、で、それを運用し始めたというところなんですけど、こう結構この辺は似てる流れなのかなと、まあ、どのぐらいこう、ね、今の 現状の法律と違うのか分かんないんですけど、まあ、そういうふうな形でこう書き換えをするっていうことですね。で、7つ目、香港立法会を直ちに解散し、3ヶ月内で選挙を行って臨時立法会を選出し、1年以内で新立法会を選出すること。この立法会っていうのはちょっと僕よく分かんないですね。何に当たるのか、香港の立法会っていうのは調べてないんですけど、立法会、香港、何をするところなのかっていうと、香港特別行政区立法会っていうのは、ミニ憲法、中国人民共和国、香港特別行政区の立法機関、立法機関なんですね、まあ、そのままなんだ。で、ミニ憲法である中国人民共和国香港特別行政区基本法っていうものに基づき設置されていますということです。まあ、立法機関ですね。だから、これはまあ普通にというか日本の内閣に当たるのかな、内閣じゃないか、政治家、立法するの政治家でしたっけ、多分そうですね、議員さんですね、国会議員、だから衆議院とか参議院のことか、内閣じゃないですね、衆議院参議院になるんだと思います。これね、間違ってたらすいません、もうごめんお許しください。ただの散髪屋上がりなんで、もう言い訳しててもしょうがないんですけど、このネタを引っ張ってきといて言い訳するようなことじゃないんですけど、まあなんかね、こう
目の前で起きたこととして、まあ、これまで中東とかアフリカとか、まあ、ああいうところでこうね、いろいろ、なんだっけ、ジャスミン革命とかいろいろあったと思うんですけど、ああいう時にやっぱ人ごとだったなっていうのを感じますよね、今更ながらに、ね、目の前で起きたことに対して、すぐ隣の国なわけじゃないですか、中国だって香港も台湾もそうですし、韓国なんかともまあね、バチバチやったりしてますけど、北朝鮮だってすごく近い国ですよね、まあ、かなりこうね、この極東アジア日本周辺国でですね、もう大きなこう歴史の流れが今本当に一気に動き始めてるのかなっていうのを感じます。で、景気動向心配もありますし、消費税も上がったし、もうね、いろんなネタが今日ね、盛りだくさん喋ろうと思ってたネタ全部ぶっ飛んじゃうぐらい、このインパクトのある、事件に対してですね、事件っていうのか、まあこうインパクトのあるネタに対してですね、もうこう食いつかずにはいられなかったけど、急に食いついたんで、もう特にね、何もないんですよね、何もないんですよ、これ以上ね、こう語れることはなくて、自由はあるのかってことだと思うんです。僕たち日本人っていうのはもうすごいね、自由の与えられた国の中でそれぞれ立ち回ってるんで、普段自分が自由に振る舞うことに対してあまり阻害されたりしないと思うんですよ。発言だってね、このラジオを通じて僕は好き勝手こうやって喋ることができるし、それを電波に乗せて、まあ、電波というかインターネットに乗せて発信することもできるし、これをたくさんの聞いて方が聞いてくださってるっていうこともこうちらほらと聞くようになってですね、まあ、すごく自由を感じます。で、お店のやり方、その散髪屋の運営方法だって自由だし、こう自分の好きなこうシステムをですね、作り上げて構築してこう設計することができる。中村商店のように自由な物言い、何をしなきゃいけない、ブランディングしていこうとか、なんかね、好きかっていうわけですよ。で、僕はあんまり他人を批判しないように頑張ってしています。普段すごい否定的なんで、もうちょっとね、こう口が滑るとすぐね、人ディスっちゃうことがあるんですけど、なんか攻撃的にディスりたいわけじゃなくて、それは間違ってるみたいなね、こう自分の案を押し付けてしまいがちな自分なんですけど、それでもこうやってこうラジオを通じてであればですね、これも自由に喋れるわけですし、街中でそういうことを喋ったって、人に嫌われることはあっても咎められることはそうそうないと思いますし、まあそういうふうにですね、いろいろと自由を謳歌することができるこの国でですね、まあ、こうすぐ隣の香港の若い人たちっていうのは、これから先どうやって生きていくかっていうのをすごい悲観するばかりではなくてですね、やっぱ自分の力で、自分たちの力で今の政府とか、体制っていうのをきちっと見直さなきゃいけないんじゃないかっていうふうに動いたことそのものが、もうめちゃめちゃすごいことじゃないかなと、思えますよね。だからもうなんだろうな、まあ、昨日今日の話なんで、今後おそらく中国共産党としてはですね、このまま放任するわけにいかないと思うんですよ。例えばチベットとかウイグル自治区とか自治区とか、まあね、こう内在する中国の政府が抱えてる問題ってたくさんあると思います。もちろん、香港から、ね、すぐ対岸にある台湾だって、まあ、これを香港の動きを見てですね、非常にこう活気づくだろうと思うんですよね。で、これ中国共産としては黙って見てるわけにいかないので、僕この臨時政府に関して言うと武力制圧するんじゃないかなと思っていて、より多くの血が流れ、人が死にみたいなことをになりかねないっていうね、すごいすごいだけじゃ済まないことになるだろうなと、こうね、すごいこう不安というか危惧してるわけなんですけども、そんなことは党の本人たちはこう重々承知した上で、今動かなければこれ以上放任して、こうそれこそ中国共産党にどんどんじわじわ真綿で首を絞められるように、こう押さえつけられていくんじゃないかっていう不安にかきたてられて、行動を起こしたわけですよね。もうなんか人としてのなんかこう生きるエネルギーみたいなものを感じますし、正直ちょっと羨ましいというか、そこまでこうね、熱く生きるっていうことに対してですね、やっぱちょっと羨ましいなっていう気もありつつ、いや、だからといってね、怪我したくないし、死んだくもないし、
まあ、平和一番ですし、今日も宇野は天気がいいし、青空が広がり、雲一つなく、風がちょっと強く、あ、今日こんな日にヨットでも走らせたらすごく気持ちがいいだろうなみたいなことをね、考えながら生きていられるのもですね、もうこの国が本当に平和だからだと思うんですよね。でこの平和な国だからこそ、まあなんかあまり波風立てづらいところもあると思うんですけど、つっても僕なんか一人大暴れしたところで波風なんか世の中には立たないだろうと思ってるところもあるので、僕は僕なりに一生懸命ね、こう生きていかなきゃいけないなということを思うんですが、皆さんどうですか？なんかね、こんだけ喋っといてどうですかもないんですけど、どう思いますか？この香港臨時政府についてね、いろいろこれからいろんなこうメディアはいろんなバイアスをかけて語るでしょう。きっとね、中国のことを忖度しなきゃいけないメディアもあるでしょうし、日本の政府だって中国けしからんとまではなんかね、その武力制圧するとかっていうことがあると、ちょっといかがなものかぐらいのことは言うかもしれないですけど、やっぱ大手振って香港応援しますとは言えないわけですよね。なんかこう歯切れの悪い大人たちっていうのがもういっぱいいる中でですね、なんかね、安っぽい言葉にしたくないですけど、そのでもやっぱパンクだなとすげえそう思いますね。なんかやっぱこう冒頭ね、この香港の、臨時政府がこう宣言したこの宣言文の冒頭部分にですね、人類の文明歴史では古いものを新しいもので塗り替えるのは、世の断りって書いてあるんですよね。まあ、人類文明、まあ、これまでの歴史では古いもの、まあ、もうそのままなんですけどね、古いものを新しいもので塗り替えるっていうことが、まあ、世の断りだっていうことなんですけど、本当そう思いますね。で古いものが悪いわけではなく、新しいものが全て正しいとも思わないけども、でも書き換えされていくのがこの世の断りなわけじゃないですか。今この時代においてやっぱ古くて機能不全を起こしてる、そういうシステムっていうのはやはり新しいものによって生まれ変わる必要があるっていうね。でこれ、あ、そうそう、これね、お名前をちゃんと僕ね知らないんで恥ずかしいことなんですけど、このデモ隊とかの代表をやってる女性の方、確かねまだね20歳ぐらいなんですよね。すげえ可愛らしい感じの女性の方が確かね代表をやってたんだと思うんですけど、やっぱね若い世代の人にどんどんねやっぱこう置き換えていくというか移り変わっていくっていうのは非常に大事なことなんじゃないかなと思うわけですよ。散髪屋なんかもね、業界は同じだと思うんですよね。で、まあ日本の国どこもそうだと思うんですよ。政治にしたって、まあ各企業にしたって、もうね、よれよれのおじいちゃんたちがね、基本的にはこうあれやこれやと取り仕切ってるわけなんですけど、やっぱね、もっと若い世代の人たちが、若い人間が自分たちの今後の未来のために動かなきゃいけないし、それをまたね引き渡していかなきゃいけないと思うんですけど、まあ、いろんな膠着するものはありますよね。特に平和だったら余計ことそうなってしまうんだろうなと、思ったりします。なんかね今日取り留めもない話こう30分つらつら喋って、もうちょっとねこう感極まるというか、こうねすごいこう感情を揺さぶられることだったなというとこなんですけど、今日はね中村ラジオの時間、こういつになくなんか変な感じの放送になりましたが、またね今日本当はいろいろ喋る予定だったネタは来週以降に回して、まあ覚えてればやっていきたいなと思います。で最後ちょっと告知だけ、10月の7日ですね、月曜日にですね倉敷の、芸文館で、北海道のアパッシュ川上さんをお招きしたセミナーがあります。で、あの中村商店としてもですね、うちの候補の稽古で新しく入社を予定している、ミシェリーさんっていうね、スタッフの方と、ブラジル人なんですよ、ブラジル人のね
女性の方が今度ね入社してくださる、今のところ予定に本決まりかどうかでいうとまだね最終的な決定ではないんですけど、まあ、一緒にこう3人でですね、行こうと思ってますので、またお会いした際にはぜひぜひお声かけてやってください。で、まあ、このセミナーとかに関してもね、まあ、これはセミナーなのか、例えばエデュケーションっていうね、何を主体にしてやってる催し物なのかっていうのをね、もっと明確化させなきゃいけないんじゃないかとか、どんな人たちをオーディエンスとして迎え入れるのかっていうね、参加してくださる方たちのターゲッティングはどうなのかとかね、いろいろちょっと僕なりに中村商店というか僕なりに思うことがいろいろあってですね、もうこういうこともね喋っていこうと思ってたんですけど、今日はもうねここまででございます。まあ、ひとまず告知として10月7日セミナーありますので、お近くの方ぜひ、まだ多分チケット取れると思うんで、まあ、ぜひ倉敷界隈来れる方は参加してみてください。はい、というわけで本日の放送は以上になります。また来週お会いしましょう。さようなら。